さあ審判をご紹介いたしましょう。主審は木屋雅子さんです。そしてサービスジャッジは中野翔一さんです。第67回全日本総合バドミントン選手権女子ダブルスの決勝始まります。日本ユニシス東京都田野さんトゥーサーブトゥー高橋さんラボールフライ。画面のタルノ新玉組タルノのサービスから始まります。高橋が奥に押し込んでいきましたがアウトです。最初のポイントはタルノ新玉ペア。3ゲームマッチ、1ゲームは21点を取ったペアがそのゲームを取ります。2ゲームを取ったペアがその試合の勝者ということになります。強烈な最後は松友が決めていきました。今の形がすごく得意なんですよね。こちらはまあ松友が前、そして後ろから高橋が強打というのが一つの基本的な攻撃の形です。松友のサービス、松友のスマッシュ、もう一回松友前に落とす。そして新玉、高橋タルノが拾う。高橋のスマッシュ、今度は松友が後ろです。長いラリーを制したのは松友高橋このペアです。あ、でもお互いすごく冷静ですね。出だしからすごく出だしが大切なんですけど、お互い冷静に試合運びできてますね。画面の右が高橋、1年高校の先輩です。左松友のサービス、高橋の強打ですが前に落とす。左利きのタルノ、ネットインです。今度は新玉の強打があります。新玉、このジャンピングスマッシュ、この強打は武器です。しかしよくチャンピオンペアも拾っています。アウトになりました。最後ちょっと辛抱しきれなかったでしょうか。でも今の球は左利きだからあそこに打てるんですよね。そうですか、はい、あれが右利きだとバック側になるので、ああいう風な強い球が出てこないんですけど、あそこ一番やっぱ気をつけたいところなんですね。これはインです。ポイント春の新玉。この左利きの春のが入っていると、左利きと右利きのペア、このあたりが今小倉さんおっしゃったその球筋の違い等々、この手前の高橋松友ペアは非常にこう注意していきたいという話を昨日していました。そうですね、左側のフォア側になるところを一番注意したいですね。ネットにかかりました。ポイント手前高橋松友組です。 4-2、4対2、2点リードです。高橋のサービス、このジャンピングスマッシュが新玉の大きな武器です。いや、でもレシーブすごく反応できてますね。どちらがですか。高橋松友選手ですね。そうですか、はいはい、上げてる球がしっかり後ろまでいけないんですよね。今も半分ぐらいしか飛んでないんですけど、それに対してレシーブはしっかりできてるんですけど、最終的にはやっぱり攻撃した方が勝つので。タルノのサービス、高橋の強打、今度は松友、新玉、もう一回ネットにかかりました。ポイント画面のタルノ新玉組です。でもタルノ新玉選手もすごくいいですね。
いいですか。しっかりあの自分たちの攻撃に持っていけるように球を作れてますね。4対4です。追いつきました。タルノのサービスが続きます。新玉の強打、今度はタルノ左利きからの強打です。んインです、インです。ポイントタルノ、新玉逆転、5対4。ギリギリのところですね。でも一番いいところですね。今右肩の上を狙って打ってたんですけど、ギリギリ今アウトかインかっていうぐらいの球でしたけど、でもあの右肩に打つとすごく取りにくいんですよね。ウッドネットにかかってしまいました。ポイントは高橋松友組です。5オール5対5です。ただ非常にあの硬さというものはあまり見られませんでしょうか。そうですね、一番最初にあの決勝に進出するとやっぱりこう初めてサービスフォルトがありました。ポイントタルの新玉です。ごめんなさい、どうぞ。やっぱ初めて決勝の舞台に立つとすごくやっぱ緊張して自分の試合ができない選手が多いんですよね。それなのにあのすごく冷静だなと思いますね、タルの新玉選手は。強打、厳しいところ打ち込んでいきました。今のもすごくいいコースですね。今年は6月のシンガポールオープンでこのペアは準優勝を果たしました。9月のジャパンオープンでもベスト4に入っています。わあ、これもどうでしょうか。今タルノの反応、コースが良かったんでしょうか。コースが良かったですね、今あの両方ともさっきの前のラリーの時もそうなんですけど、大きいクロスに打ってるんですよね。なのであの構えてないところに打ててますね、しっかり。よく拾ってる。あ、まあ、高橋の強打が続く。よく拾った松も、今度は新玉の強打。いいんです。ポイント高橋松友、8対6。でもよく見てましたね、あの新玉選手がちょっと前に出ようとしたんですよね。そこをしっかり見て2人の間のまた新玉選手の近くのクリアを打ってるんですよね。クリアというのはあの一番後ろのところをこう狙っていく、そうですね、ショットですね。はい、高橋のサービスです。タルノのサウスポー、よく拾った。アウトになりました。ここは左利きのタルノが後ろから強打を続けていきました。第1ゲームです。1点差です。シングルスでもこのタルノは実績を残している選手です。お、これは鋭い。追いつきましたタルの新玉。ちょっともったいなかったですね。もったいない、はい、当たってないですね。クリアがしっかり当たってないので、はい、後ろまで帰ってませんでした、ね、あ、その前の松友選手のクリアですね。もっと後ろを狙ったわけですか。はい、そうですね、まあ、ちょっとあの体育館もすごく風があるのもありますし、あとちょっとライトが見にくかったりするんですよね。それでちょっとかぶったかもしれないですね。あ、これも入っています。逆転、春の新たな組がリードを奪いました。春の選手サーブすごくいいですね。あ、そうですか。うわっと、これは
高橋ちょうど体の真ん中あたりを狙っていきました。今のは松友選手の挙手が良かったですね。そうですか、早かったですねタッチが。そしてチャンスボールを上げさせて決めていく、まあ、この 2人の得意なコンビネーションの形ですね。そうですね。あっとちょっとここでミスが出ました。10対9、タルの新玉ペアが1点リード。11点までいきますと1分間のインターバルです。新玉が狙っていくが、うっとネットにかかりました。ポイントタルの新玉、11点に最初に到達したのは初めての決勝を戦うこのタルの新玉組です。11対9、2点リードでインターバルを迎えました。高橋松友ペアがずっと先行していったんですが、追いついてそしてひっくり返していった。流れはどうでしょう。そうですね、まあ、前半はお互いちょっと様子を見ているところはあったと思うんですけど、今はちょっとタルの選手の左側に球が集まっていますね、はい、でまた前衛ですごく手を出しているんですよね、タルの選手、はい、すごく本当に今日いいと思うんですけど、その自分たちがやりたいところにちょっと高橋松友選手が、そこに返してしまうようなショットが多いですね。左利きならではのコースというお話も先ほどありました。やはりその辺の対応というのはこの2人も意識しているようですけれども、このサウスポーから繰り出される球というのはかなりこういろいろ対策が必要なんでしょうか。そうですね、またタルの選手も体が大きいですし、リーチもあるので、角度がつくスマッシュ、まあ、パワーがあるスマッシュを打ってくるのに対してちょっと、まだ自分たちの本来のプレー迷いがちょっとありますね。高橋松友選手、タルノは172センチあります。新玉、もう一回、今度はもう一回新玉、タルノが落とす。あーっと、これで3点リードに変わります。こうやってタルノ選手の左利きを意識しすぎると、自分たちが今までレシーブできてたのができなくなってくるんですよね。体が止まってしまったり、まあ、気持ちの面でもちょっと怖いなと思ってきたりするんですよね。アウトになりました。これでタルの新玉ペアが4連続ポイント、4点差。タルノのサービスが続きます。少し意識してますね。そうですか。タルノ選手が手を出すんですよね、前衛で、はいはい、なのでタルノ選手に触らせないような球を打とうとしたりとか、すごくちょっと意識してるのを感じますね。松友が打っていきます。もう一回、今後ろは松友、ネットにかかりました。攻撃の形の幅を広げたいということで、松友選手が後ろから打っても決められるようにというのをテーマに今シーズン取り組んできています。今その形が出ました。さあ2点差、よく拾った。しかしラケットを落としてしまいました。サービスオーバー、14-11。3連覇を狙う決勝でありますが、3ポイントのリードをこの第1ゲーム許しています。さあタルノのサービス、アウトです。ポイント高橋松友組、はい、その前の松友選手の、球を手を出したことが良かったですね。手を出さなかったらそのまま新玉選手に前に詰めてこられるんですけど、それをしっかり手を出したことで今バックアウト、サイドアウトしたっていう、すごく良かったですね。ネットイン、ポイント高橋松友ペア。
さあ1点差、ここ勢いが今、逆にさっきまではすごく守ってる気持ちだったんですけど、こうやって ネットインするっていうことは少しこっちに流れが来てますね、高橋松友選手の方に。そうですか、松友のサービス、これも決めた。最後はドライブ気味に決めていきました。さあ追いつきました。流れが来ましたか。来ましたね、あとはもう気持ちが前に前に今は向いてますね、はい、気持ち一つで、はい、手を出すか出さなくなるかっていうのもすごく変わってくるので、松友選手すごく手を出してますからね。高橋もう一回、高橋間を狙っていきますが、ネットにかかった。あ、最後打ったのは松友でした。今のも多分打ちにくかったんでしょうね。ああいう風な当たり方でミスをするってことはほとんどないので、まあライトが被ったか風が少しあったか。風はこのセンターコートは全般にこの画面でいうと奥の方から手前側に向かってというのが、まあ標準的な風の向きと考えていいんでしょうか。そうですね、昨日まではそうでしたけど、はい、また風の変わりは自然の風なので、はい、日によって変わったりするんですよね。返せません。強烈なスマッシュ、この新玉の一本が決まりました。さあ2点またリード。新玉選手こうジャンピングスマッシュしてるんですけど、はい、ああいう風にジャンプされると体が止まるんですよね。レシーブする時もガチッと構えるので、だからすごくレシーブする方が嫌ですよね。あのジャンピングスマッシュが大きな武器です。高橋の強打決まりました。1点差。サービスオーバー15-16。どちらが抜け出すでしょう。第1ゲーム終盤です。21点を取ったペアが第1ゲ、このゲームを取ります。左右の一番いい形ですね。後ろから左のフォア側で打って、前衛のまたフォアの一番球が強いところで決めるという、左右のすごいいい特徴のパターンですね。1点差です。これは気持ち的にはラッキーですね。今みたいなミスはすごく、まあ、したくないミスですし、まあ、自分たちとしてああいうふうにミスされたらすごくラッキーだなと思うミスですね。松友のサービス、上松友が打つ。新玉の強打が続いています。よく拾った。今度は高橋、決まった。高橋松友ペアが追いつきました。セブンティーンオール。松友選手の読みすごく良かったですね。今の読みですか、はい、この狙いに行った球思い切っていきましたね。今日は混合ダブルスの決勝も最後に戦います。松友非常に冴えてますね今日もね。そうですね、しっかり前衛で山も張れてますし、手も出せてるのですごく気持ちとしては思い切っていってますね。また新玉の強打が始まりました。ジャンピングスマッシュだ。そしてタルド、おっと、あ、これは前を狙ったんですがネットにかかりました。高橋松友ペアが逆転、18-17。まだこの2人は本格的にペアを組んで1年半という春の新玉です。アウトになりました。また追いつきました。さあどちらがこの大事ゲームを取るか、あと3点というところになってきましたね。もう今の流れだとわからないですね。全く互角ですか。そうですね、どちらも引いてはないんですよね。
思い切ったプレーはしてますからね。今は後ろが足るの強烈、高橋の強打を返しています。もう一回高橋、松友これもよく見ていました。本当に冷静ですね。松友選手変わりましたよ、前半と今と。もうしっかり読めてますからね、相手のコースも読めてますし、あとは自分で球を作りに行ってますね。高橋のサービス、うーっと今のコースすごく良かったですね。サービスオーバー。フローターで構えているバック側に来る球っていうのはすごく打ちにくいんですよね。さあタルドのサービス、福岡県出身、金沢工業高校を出ました25歳。そして後ろ新玉は愛知県の出身です、22歳。長いラリーになってきました。お互いによく返しています。強烈、アウトだ。このラリーを制したのは高橋松本、松友ゲームポイントを迎えました。高橋松友ペアがゲームポイントを迎えました。いやこの長いラリーを勝ち取ったってことは、すごく流れ的にはやっぱ高橋松友選手の方が長いラリーをした後っていうのはすごくいいんですよね。今のラリーを取ったら大きいでしょうかね。大きいですね。高橋松友組がゲームポイントを迎えました。松友のサービス、ネットだ。ポイント高橋松友。第1ゲーム接戦を制したのは3連覇を狙います高橋松友組でした。21対19です。いや本当に最後までどう展開するかわからないこの第1ゲームでしたけれどもね。そうですね、お互いしっかり最後まで攻めてましたからね。はい、どちらかやっぱりこう流れがあるので気持ちが引いてしまったりとかするとやっぱ見えるんですけど、そういうのはお互いなかったですね。特に松友選手の冷静な判断が光りましたが、ではその第1ゲームのポイントのシーンを振り返りましょう。これは18対18から抜け出しシーンです。高橋が返して、そして10番が松友、この判断ですね。そうですね、これも読んでましたね。これ手を出したのが良かったですね。今一度は春の新玉ペアに4点差をつけられたこの第1ゲームでしたが、そこから追いついて最後この松友選手の特に終盤はこう判断が光りましたね。そうですね、何をやられているかということを多分自分たちで途中分かったんですよね。 そうですか。そこからすごく自分たちのペースで山を張って展開できてたのですごく良かったですね。さあ後がなくなりました。こちら初優勝を狙う樽の新玉、
左側の新玉美里選手は愛知県名古屋経済大学市村高校を出ました。第一ゲームでも見られましたが強烈なジャンピングスマッシュを持っています。本格的にペアを組んだのは去年の夏前からというこの2人。さあ3連覇に王手をかけました高橋松友組、第2ゲームが始まりました。まず最初の得点は高橋松友ペア。アウトです。ワンオール1対1です。まあ、接戦ですが、しかし第1ゲームをこのチャンピオンペアは取ったというのがどうでしょうかね。そうですね、もう気持ちとしてはすごくやっぱり落ち着いてプレーできますね。2ゲーム目からは。こうして松友が時折手を出します。そして高橋の強打があります。これが高橋松友ペアの一つの形です。長いラリーになってきました。高橋の強打が決まりました。ポイント高橋松友ペアです。高橋選手すごく嫌なところにスマッシュ打ってますね。そうですか。昨日もそうですが、試合会場に向かう前に小倉さん、塩田さんのこの全日本の優勝のシーンを映像で見て気持ちを高めて高橋選手は会場に向かってきているということでした。そうなんですね、はい、いやでも本当あんまりそんなに会話をしたことがないので、そういうふうに聞いたことがなかったのでちょっとびっくりしましたね。今松友がちょっと主審に確認に行っています。今日勝てば小倉さん、塩田さんのあの5連覇以来となる、まあ、この2人の3連覇ということになるわけですね。憧れのペアに少しこう近づいていく、それを実感することになるのかもしれません。おっと真ん中、一番守りにくいところですね。そうですね、2人ともがバック側になりますからね。のそうですね、なるほど、そこは取りにくいですね。あ、これは今のは迷いましたね。サイドアウトになるか、 それを迷ったらああいうふうにやっぱちょっと浮いてしまうんですよね、迷った球っていうのは、はい、第2ゲーム3対3です。新玉のサービス、春の新玉ペアのポイントです。4対3、1点リード。松友選手の球も今の球はすごく良かったんですけど、はい、それに対応できるぐらい新玉選手の強打がすごいんですよね。その新玉のサービスです。ネット、ポイント春の新玉。これはラッキーですね。そうですか。ああ、これはサービスのミスです。ポイント高橋松友、4対5。第1ゲームは高橋松友ペアが取りました。3連覇に王手をかけて臨むこの第2ゲーム。松友、春野、そして新玉、今度は春野、わーっと最後決めたのが新玉。今のコース、春野選手のコースすごく良かったですね。しかも新玉、春野、右利きと左利きがこう交互に打ち込んでいくような今のこの展開でした。あそこ狙ってましたね、右肩にスマッシュを。そうですか、はい、右肩、ラケットを持つ手の肩のあたり、ね、一番受けにくいところでしょうか。はい、タルノのサービス、
トだ。サービスオーバー。攻めて攻めて攻めたラリーでしたが、最後はネットに阻まれました。よく耐え抜きました。今のすごくスマッシュ連打はすごく良かったんですけどね、最後ちょっとカットが切れましたね、あ、そうですか、はい、それで今交換に行ったんですね。そうですね、はい、この第2ゲームは手前のタルの新玉ペアが1点リード。第1ゲームも接戦、一時はこのペアが4点リードしたんですが、最後追いつかれて逆転されました。3連覇に王手をかけて高橋のサービス。新玉のジャンピング、そして高橋間に打ち込んでくる。どちらが取るか、アウトだ。このラリーを取ったのは高橋松友。すごく良かったんですけどね、少しアウトになりましたけど、ここからのバックハンドからフォアハンドのラケットの持ち替えがすごく良かったですね。誰のですか？新玉選手のですね。そうですか、はい、あれ本当だったらバック側でそのまんま打ちたくなるんですけど、まあ、多分状況判断でフォアに来たと思った瞬間にラケットを変えてますね。6対6同点です。よく拾った、新玉、しかしアウトだ。今のよく打たなかったですね。打たなかった、はい、今もうガチって構えたんですよね、レシーブを、はい、でそこの前に落とすっていうのが一番良かったんで、あそこの状況を見て前に落としたのがすごく良かったですね。よく相手の動き、先ほど前に来そうなところ後ろというあのショットもありましたし、よく見えてますでしょうかね。そうですね、友の強打です。アウト。2点差。アウトです。7対8、1点差を追いかけるタルの新玉ペア、新玉のサービスです。この第2ゲームを高橋松友組が取りますと、高橋松友ペアの3連覇ということになります。もう後がないタルの新玉ペア。いいんです、入っています。ポイント高橋松友。もよく見てましたね、新玉選手が前に詰めてこようとする雰囲気があるんですよね、それを見てしっかり後ろに返していますので、しっかり相手を見れてますね。とにかく攻めて自分たちの形で攻めたいという手前のタルの新玉ペアです。タルノの強打、あ、これは松友返せません。今のも右肩らへんを狙ってますね。あ、
先ほどからその辺のこう狙いはかなりありますよね。出てきますよね。樽野選手、多分松友選手の右肩ら辺を狙っていると思いますね。意識として。高橋選手。松友の強打。今度は高橋。ああ、ネットです。角度がありました。11点に到達しますと1分間のインターバル。第1ゲームは樽野新玉ペアがリードしてインターバルを迎えましたが、この第2ゲームはどうでしょう。ジャンピングスマッシュが出まして、最後決めたのは樽野。サービスオーバー、ナイン、テン。1点差です。もっと真ん中ふわりと落ちていきました。第2ゲームは高橋松友組がリードして11点、1分間のインターバルに入りました。もう後のない樽野新玉にとってはこの第2ゲームをとにかく取らないと終わってしまいます。接戦を演じてますけれども ね、 ここもね。そうですね、まあ、お互い自分たちのプレーはしっかりできていると思うんですけど、はい、少しの差で高橋松友選手が相手の動きだったり相手がこうどういうふうにやろうとしているかということをちゃんと見れてますね。それを見て相手の嫌なことを、まあ、外すようなフェイントをかけたりとかいろいろしっかりできているので、見ている限り高橋松友選手の方が少し自分たちのゲーム運びができているんじゃないかなと思いますね。今大会は準々決勝までは思うようなプレーができずに苦しみました。本人たちもプレッシャーと高橋松友ペアは話していました。ただ昨日の準決勝で快勝してかなりこう自分たちこう落ち着いたプレーができるようになってきたということでしょうかね。連覇のプレッシャー本人たちも認めています。昨日のあの準決勝のゲームの解説の時にも小倉さんは5連覇の時の2連覇目が一番厳しかったというふうにおっしゃいました。はい、やっぱり連覇を意識しますと自分の力が本当に発揮できないんですよね。そこでは本当に苦しみましたね。あっとポイントは樽野新玉ペアです。一方こちら樽野新玉は初めての決勝、勝てばもちろん初優勝です。ヒットネットだ。追いつきました。樽野選手しっかり自分で球を作りに行ってるんですけど、はい、上に上げたくなるんですけど、うん、だけど自分で球を作るときって前に入ろうとするんですよね。だから短い球を切ってネット前に落としながら前に入って次新玉選手に攻撃をさせるような展開にうまいことを樽野選手は持っていってますね。球を作るというのはいわゆるその相手にチャンスボールを上げさせるような、そうですね、状況を作るということでしょう。はい、ああネットにかかりました。それは前衛の選手が主にやる役目ということになるんですか。そういうわけではないんでしょうか。特に、まあ、ゲームを作る選手がよく、はい、まあ、自分で球を作って前に入って、はい、後ろで攻撃をしてもらうっていうような球の作り方をよくするんですけど、まあ、どちらもできた方が強いですね。
まあ、相手にこ うまくチャンスボールを上げさせるようなところにこう狙っていけるかどうかどうでしょうかね。これあっとちょっとバランスを崩したが、ああポイントはしかしタルの新玉です。ライトですね。ああそうですか。多分かぶって照明がちょっと目に入りましたか。はい、多分打ちにくかったので落ちてきた時にシャトルが見えたところで打ったんだと思いますね。ああそうですか、まあ、この代々木第二体育館は照明それから風非常に選手たちにとってはそのあたりとの戦いということも言われますよね。そうですね、まあ、でもお互い様ですからね。そうですね、条件は一緒です。押し込んでいったのは松友です。13対12、高橋松友組が1点リード。そして長いラリーになっている。あっと、そして高橋、非常に長いラリーです。どちらが取るでしょう。アウト、取ったのはタルの新玉。どちらのレシーブすごいですね。新玉選手はあの右肩に打たれるのって普通嫌なんですけど、はい、しっかりこう自分の体をずらしたりして、はい、そこを打ちやすくしてるんですよね。そうですか。空間を作って、でそこからあまりこうしっかりしたレシーブができないんですけど、そこから強打のレシーブができるのでやっぱり強いですね。そこが右肩、ちょうどあの画面の一番手前にいる新玉選手のラケットを持っている手の肩のあたりですね。そうですね、そこでもちゃんと体を開いて反応しているということですか。はい、そこからしっかりしたレシーブが返してますね。これも新玉の強打。そしてタルノ、うわーっとコースが良かった。素晴らしいコースに打ち込んでいきました。タルノ新玉ペアが1点リード。今のコースもいいですね。今外外に打ったんですけど、松友選手が外側にあのスマッシュを打たれたので少し右側、まあ画面を見て右側に2人とも寄ったんですよね。そこの逆サイド左側にスマッシュを打ってるので空いてるとこしっかり見てますね。画面の手前、タルの新玉ペアが1点リード。第2ゲームです。完全にはヒットしなかったのかもしれませんけれども、ポイントはタルの新玉ペア。新玉選手すごくレシーブいいですね。さっきの右肩の空間のことも言ったんですけど、はい、あとはあのちょっと浮いてきた球に対しても体の芯がぶれてないんですよね。しっかりあの腹筋をしっかり締めてしっかりした体勢で上から打てているので、はい、どこに球が打たれるかもわからないですね。相手からしますか。そうですね。タルノのサービスですが、あーっとサービスコルトです。サービスオーバー14-15。すごくいいサーブだったんですけど、こうやって当たってしまうと短くなってしまうんですよね。ラインの手前に落ちてしまいました。うわっとすごい反応。そして高橋、
高橋のスマッシュが決まりました。追いつきました。15対15。この高橋の反応も素晴らしかったですね。そうですね、ギリギリですけど、やっぱり引っ掛けがちなんですけどね、しっかり返してましたね。で決めていきました。また1点リード。第1ゲーム同様、第2ゲームももつれて終盤に入ってきています。ネットだ。2点リード。15対15のこの1点というのは大きいんですよね。そうですか。それが競ったラリーで取られたわけではないので、今みたいなミスだとすごくもう気持ちとしては行きたい行きたいっていうふうに相手にちょっといい状態に乗らせてしまいますね。あーっと、これはネットです。ポイントは高橋松友。サービスオーバー15-17。松友のサービスですが、この第2ゲームに入ってから松友のサービスは全て、1本で終わっています。ここからの連続ポイントはこの第2ゲームはありませんが、あ返すことはできません。ここも高橋、タルの新玉ペアが松友のサービスを1本で切りました。さあ18対16。タルの選手サーブいいですからね。あっ、よく拾う。これもよく拾った。ネットです。高橋松友組がまた1点差。高橋松友選手冷静でしたね。今みたいに取れそうで取れない球を返された時はちょっと相手としたら動揺するんですよね。それをしっかりこのラリーをものにしたっていうのは大きいですよ。しかしリードしているのはこちら、タルの新玉。追いつきました。攻めて攻めていったラリーでしたが追いつかれました。さあ第1ゲームもここからチャンピオンペアが抜け出していったんですが、この第2ゲームはどうでしょう。この第2ゲームも19点目を取ったのは高橋松本ペア、松友ペア。さあこれはもうタルの新玉としては踏ん張らなくてはいけません。2人の表情変わりましたからね、高橋松友選手。はい、松友アウト。さあゲームポイント、マッチポイント。次の1点、3連覇が決まります。
橋彩香、松友美咲ペア、全日本総合3連覇達成。第1ゲーム第2ゲームともこの樽の新玉ペアにリードを許す厳しい展開でしたが、しかしここ一番勝負強さがありました。21対19、21対18、ゲームカウント2対0ストレートで高橋松友組全日本総合3連覇達成です。この全日本総合選手権の女子ダブルスの3連覇は、先ほどご紹介したように小倉久美子さん、塩田玲子さん、あのオグシオペアの5連覇以来6組目ということになります。まあ、小倉さん塩田さんに憧れて、その映像も見て気持ちも高めているというこの2人ですが、さあ喜びの声を聞きましょう。放送席、そして会場の皆さん、見事3連覇を果たしました高橋選手、そして松友選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。まず高橋さん、3連覇というプレッシャーのある中での今大会でした。振り返ってみて、その3連覇達成しました、いかがですか？いや、もう本当に、まあ、目標としてたんですけど、1回戦から本当に厳しい試合ばっかりだったので、まあ、それが逆に自信になって、今日も危なかったんですけど、本当に勝ててほっとしています。松友さんはその3連敗の意識というのは実際どうだったんですか？そうですね、やっぱりあの試合前は意識してないつもりだったんですけど、実際試合に入るとすごい緊張してしまって、まあ、でも2人で今日は一緒に頑張れたので優勝できて本当に嬉しいです。今日のゲームを振り返りますと、本当にこう厳しい戦いで、ただ長いラリーもものにしながら、そして高橋選手の強打よく決まったんじゃないですか？そうですね、やっぱ昨日に比べたらあまりスマッシュも良くなかったと思うんですけど、本当に苦しい場面でも2人で声をかけながら頑張ったので本当に良かったと思います。松友選手は本当に冷静に状況が見えてたんじゃないですか？いや、今日は本当に先輩に助けられましたし、まあ、でも最後は自分たちらしい形で終われたので良かったです。3連覇ということになりますと、あの小倉さん、塩田さん、先輩以来の3連覇ということになりますね。その点についてはどうですか？まあ、来年も連覇に挑戦できる嬉しさと、またプレッシャーもあると思うんですけど、来年も4連覇に向けて頑張りたいと思います。松友さん、今後に向かっていかがですか？そうですね、やっぱり日本で一番になって、私たちは世界で勝っていくのが目標なので、これからも頑張っていきたいと思います。ますます期待しています。ありがとうございました。おめでとうございました。高橋選手、松友選手に伺いました。